大井原発の再稼働をしないでください。昨年3月11日の東日本大震災と津波をきっかけとした東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の結果、福島県の広大な地域が高レベル放射能で汚染されてしまいました。事故現場の実態は未だに予断を許さず、放射能の漏出も続いていて、この面でも私たちは日々不安を強いられているのです。大井原発の安全対策は事故を起こした福島第一原発にすら劣るとも聞いています。同原発の再稼働が強行されるなら、たくさんのものを失い、今も苦しんでいる福島県民の心の傷に塩を塗るものです。私たちは断固として大井原発の再稼働を許しません。大井原発の再稼働をしないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当は総理大臣自ら来ていただきたいところなんですが、ぜひストレートに伝えていただけるようにお願いします。汚染されたところに生きるっていうことはとても辛いです。私は生きる希望を失いました。でも辛いですっていうことを皆さんに伝えること、それで今生きようとしてます。皆さんにもこういう思いしてほしくないです。東京電力福島第一原発事故の責任を誰が取ったのでしょうか。誰が取りましたか。誰も取れてないと思います。私の責任を負いて原発を稼働させるなんていう野田総理の言葉を聞いたときに、私は本当にこの人は別の世界に住んでるんだと思いました。一体何を言ってるのか全く理解できませんでした。再稼働なんていうのは本当にありえないんですよ。もうこらえきれない思いを押し殺して一生懸命語ってる人のその気持ちを心でしっかり受け止めて、そのしっかり受け止めたものを総理に伝えてください。よろしくお願いします。子供をできるだけ安全な食事で育てたいと思いまして、有機農業を始めました。でもう全て田んぼも畑も汚染されました。毎日食事の支度をしながら子供たちにその何べくれるそういう野菜を食べさせることに非常に迷いがあります。将来何か影響が出るんじゃないかと。分かりますか、この気持ち。皆さんはどのくらい福島にいらっしゃいましたか。どのくらい何マイクロシーベルトの空気を吸いましたか。野田さんは何回いらしたんですか。何時間過ごしたんですか。私たちは毎日毎日そこで、空の上をヘリコプターが飛ぶたびに、また原発で何かあったんじゃないかって畑仕事しながら本当に毎日不満でしょうがないんです。こういう状態なんですよ。福島の人間は全く分かってないと思います。分かってないから大井原発動かすなんて言えるんです。そうです。どうして分かろうとしないんですか。福島を見に来ないんですか。野田首相はこの国のリーダーだそうですが、私は絶対人間的に許せません。間違ってると思います。どうぞそのことをお伝え願いたいと思います。しっかり伝えてください。お願いします。私はもうあれから子供のことが頭にありますから、音楽が聞けません。ずっと聞けません。常に緊張した状態で精神的にも肉体的にもいます。で、私自身は6月の下旬あたりから次から次にいろんな症状が現れました。それはチェルノブイリの村々の人々と全く同じ、そういう症状が現れています。脇の下が2日間も痛いときは気持ち悪いです。最初のね、放射線が高いときに私たちはもう決定的な被曝をすでにしてるんです。その上に今私たちは内部被曝を毎日させられてるんです。ですから大井原発の再稼働は絶対にしてはならないものです。準備がなくてやるってことは、その時に準備がないのにやるっていうところに罪があるんです。その上に事故が起こったらそれ以上の罪を重ねていくことなんです。福島が示しているんです。そのことを伝えてください。
今福島の女性たちのお話聞いて素晴らしいと思われませんでした？この1年で福島の女性は人類創生から勉強し直したんです。全てを学び直したんです。どれほど人間か愚かかということを学び直したんです。いつもいつも争いが絶えず、その中で最悪のものを掘り出し、ウランというものですね、それを私たちは使い出してしまったことです。そのことをもう科学者以上に皆さん学んでるんですよ。私たちは命がけです。本当です。嘘だと思っていらっしゃるかもしれないんですが、もう命がけで伺ってます。私は一人娘しかいないんですけど、それがたまたま去年1月下旬に赤ちゃん産みまして、あの事故にあってもう避難しなきゃっていうことでいろいろ騒いで考えてたんですけど、でも福島県はあの時本当ガソリンもない、交通手段がない、白河までにもない新幹線、あと飛行場はもう整理券が発行しなければ走らないっていうようなところで、もう避難する手立てもなく、うちで泣く泣く避難、うちで被爆しようっていうことで、その1ヶ月ちょっとの孫と娘と3人で、ちょっとごめんなさい、大丈夫こんなつもりじゃなかったのか、すみません。大丈夫。聞いて、子供を守りたいっていうのが一番私の中ではあるんですね。女性にお金をかけるんなら、本当子供たちをとにかく疎開させるっていうのに力を入れてほしいんです。私たちは本当に不安の中で暮らしてます。どうか想像してください。例えば洗濯物を外に干せない、布団を干せない、深呼吸ができない。私は孫がいますけども、孫を福島県内に郡山にやっぱり呼ぶことはできないです。放射線量が高いので。そういう中でね、プールがまた始まります。プールにいっぱいこうついてるんです、コンクリートの。あれは取れないんです。ちょっとぐらいガガガやったって、そこにはいっぱいセシウムが溜まってます。で、水自体が怖いし、日々被爆してるんです。私たちは、特に子どもたちは危ないんです。もうそこら辺は勉強されて分かってると思うんですけどね。私たちははるかに放射能の怖さについて、福島のことをもっと知ってください。そうすれば再稼働の3の字も出ないはずです。人間として対応してください。野田佳彦総理大臣、あなたはどこを向いてるんですか。どこを向いて政策を決めようとしているんですか。私たちを少しも見ていません。経済優先、安全だからという薄っぺらな言葉一つでまた再稼働しようというこの薄っぺらな総理大臣、許せません。責任を取る、最終責任は私ですとおっしゃいました。最終責任って何ですか。ゴーサインを出すことだけですか。後の責任はどう取るんですか。終身刑を受けますとまで言えますか。不誠実極まりない総理大臣だと私は思ってます。まず最初に皆さん今日の本当に平日の忙しみなんですね。予想書を申し上げました。一人一人のですね、心から命と叫びっていうんでしょうかね、話を聞かせていただきました。できるだけ私どもも整理してですね、皆様の熱い思いをですね、この要望書と一緒にですね、私も総理に直接渡すわけではないんですが、総理の方に渡してくださいよ、ね、だったら総理大臣呼んできてください。直接言えないとおっしゃるんなら、はい、思いでもなくて、うん、実害です。しっかり、直接総理の胸に響くように、心に響くように伝えていただけるということを信じたいと思います。総理大臣がどのように受け止め、そしてこれに対してどのようにお答えをいただけるか、本人から聞きたいです。うん、
皆さんお待たせしました。いよいよ退院の時間です。どんなことを想像しても自由なんです。いろんなことを感じながら退院しましょう。お願いします。